はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。河合のですね、可愛いピアノ、ちっちゃいピアノですね、の木目が入ってきました。小型の黒は以前入ってきましたけど、久しぶりに木目タイプが入ってきました。とにかくもう置き場所の問題でとか窓の位置の問題でちっちゃいピアノ探してると、でもちっちゃくてもそこそこ音がよくってですね、タッチもちゃんとしたピアノないかなっていう問い合わせ非常に多いんですけど、あんまり出回ってないんですよね。やっと見つけてきました。どうぞご覧ください。こちらです。はい、うちのエレベーターに今乗ってますけどね。ちっちゃいでしょ。これ奥にあるのが中型の、これはシュベスターですね、になりますけど、こんなちっちゃいです。はい、ね、木目が綺麗ですけどね、まあ入荷直後でちょっと汚れてはいますけども、こんな感じの木目ですね。綺麗ですね。でこれ前の方がですね、上にあのカバーをつけるのにこのピタッとこう上のところつけてはる、これはあの剥がして綺麗にしますけどね、ここにこうくっつけてカバー落ちないようにしてられたと思いますけど、これね本当はこれ裏に貼らなあかんのですけどね、こういうのがまあいろんなピアノ入ってきますね。で蓋を開けてこれをパターンとこうね、折りたためるようになってますね。明るい木目ですからお部屋がパーッと明るくなりますね。傷はそんなにはなさそうですね。結構状態いいですよ。これ上の蓋開けます。CL7Cっていうモデルですね。製造番号が暗いな、ちょっと見えるかな、ちょっと蓋を少し開けましょう。はい、1653627ね、1653627。あ、乾燥剤、これ河合で調律してた証拠ですね。クールっていうのは河合の、私がいてた河合楽器サービスセンターでありますね。今はもうサービスセンターじゃなくて直営になりましたけどね。はい、このタイプは中じゃなくて後ろに記録表があるんですよね。最初の調律が昭和61年ですね。のピアノ、そんな古くないですね。最後の調律が平成22年ですから、最近まで、大事に調律はされてたいのが分かりますね。はい、それではちょっと音を聞いてみましょう。まず低音からいつものように。おーっと、これはすごい。これこんなちっちゃいのによう鳴りますね。これこれはすごいですね。あー、これはいいですね。ちっちゃいピアノってね、なんかこうこじんまりとまとまってしまうケースが多いんですけど、これはちょっとパワーもあるし、大きさ的にちっちゃいのしか置けないけどいい音のピアノ欲しいない方はこれちょっとおすすめですよ。でね、これね、ちょっとついでに言っときますと、この蓋のところにトーンエスケープ、じゃーんこういうのがついてまして、隙間が開くんです。音が前に抜けるような、まあ、手動トーンエスケープというのがついてます。これはすごいです。はい、音いいですよ。これ皆さんぜひちょっとこれ狙ってください。CL7C のご紹介でした。それではさようなら。